武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は徳島大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、時間、90分で大問が5題、出題される形式となっています。でこちら化学に関しては、医学部医学科に関しては、理科使わないので、薬学部、や歯学部そして理工学部ですね、で、使用する形となりますが、基本的にこちら、薬学部に想定で作られているのが結構難易度が、高めです。で、問題の構成としてはですね、特に有機が結構難しい問題が出やすくで、答えは記述、答え書くだけのものもありますが、計算過程も含めて論述するものがかなり多めとなっています。で、計算問題だけじゃなく論述だったり図を書くような問題も出てきてきたりはしますので、こちらは記述形式の練習が必須となります。で、科学で点を稼ぐというか、得点源にしたいということでなければ、国公立標準問題集キャンパス、しっかりやり込んでおけば、対応できなくはないとは思うんですが、ただ解けない問題もそのだけだと出てくる可能性は高いので、できれば重要問題集などやっておいた方がいいかとは思います。ただそのこれに関しては特に難易度が高めの問題が出やすい有機だけをやるとかでも構いませんので、全範囲というよりは解けなかった範囲だけ重要問題集などを追加する、もしくは当身のレベル別問題集の4などですね、を追加するでも構いませんが、そういった形で部分部分で補強するような形でやっていくといいかとは思います。もちろん全部やれれば全然やってしまっていいんですけれども、でただそういう問題だけを取りに行こうとして、落としちゃいけない問題を取りこぼしても話にならないので、そっちをまず確実に、キャンパスで取れるの問題をまず確実に論述も含めて取れるようにして、その上で、追加でいけるようであればそういった対策をしていくという形で、やるといいかとは思います。以上が科学の勉強となります。